6月25日、最新セリーグ順位表。もうマダックスだよこのエース。中日上げてきたな。森下も山崎よりも自分で打ったから勝った。勝てなかったサイキータの浜口は打てなかったのが悪い。ヤクルト2安打、森下3安打。9時前3試合全部終わるとか異常事態だろ。DeNA 対巨人、2対3で巨人が勝利。今日の阿部は名勝でいいんやないか。結果だけ見たら。今日の久吉1500安打。今日のとかいう巨人軍最後の紳士。DE 戦得意。地方得意。バッティングもいい。DE が山崎に勝てる要素なかったな。山崎伊織くん、25、9、新潟のファンに何か一言、遠いところまでわざわざ。9、これからのシーズンに向かって何か一言、明日からも頑張ります。明日試合なし。今日の試合で何かを思い出した巨人ファンおるよな。なんばママ、せっかく新潟に里帰りして、午前試合のために気合い入れてくれたのにこの試合よ。年配の女性が空量じゃねえだろ。今日はタライが普通に左投手から打ってたけど、打撃成長しててすげえな。守備は全く成長せんけど。横浜の選手らしさ爆発してるな。阪神対中日、0対1で中日が勝利。勝ったがねえ。最近に勝てるとは思わなんだ。中日すごくない？北山、阪神をクビになった俺は4打数3安打決勝タイムリーを打った。北山の恩返しや。才木がかわいそうすぎる。完封負け多いな。広島対ヤクルト、3対0で広島が勝利。打っては3の3。投げては91球マダックス。森下猛打賞、まあそういうこともあるやろ。今年2回目、え？よし来年から本格的に二刀流二乱で野手で出場してもらおう。森下打率、429、21打数9安打。後ろが森下だから一塁空いてるのに、相澤勝負するしかなくて2点タイムリーで、とどめ刺されるの美しい。4番森下でいいよ。完封すれば代打出す必要もないし。マサックスとは、100球以下で完封し、3安打以上打つことを指す。ヤクルト何やってだ。横浜4位転落ですわ。広島いよいよ独走する、かな。中日次第やね。中日とソフトバンク以外には勝ち越してるからなか。1勝したら順位が2つ上がるセリーグ最高やん。